テッテレレーテリリリテレテッテレレデンということで、はい、リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。はい、ちょっとカメラが斜めだね。よし、これで OK かな。はい、ということで、本日はこちらのご紹介です。でかすぎて画角に入らん。こちら、コナミからようやく届きました。25周年アニバーサリーセットの、海馬セットでございます。はい、早速ね、開封していこうかなと思います。こちらね、予約をしてまして、やっと届きました。で、ちょっとね、いいものが入ってるんで、手袋とか履きながら開けようかな。こちらね、定価3万いくらだったかな。まあ、去年予約させていただいてるんですけれども、完全受注生産の予約品なので、あれなんですけれども、うーわ、すごい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 。もう予約ね、最近にしても前払いでね、支払ってっていう状態の、これアイテムなのでね、ほんとその時に買えないとって感じだけど、わかる?見て、KC って書いてある。海馬コーポレーションですよ。なんか海馬コーポレーションから届いた感がすごい。わあ、これを取り出すとですね、こんな状態です。おい、海馬さんのアタッシュケースですね。これごと一度取り出して、この下にもプラスチックのがあるけど、こっちは特に何もないね。KC とかは書いてないですね。上だけでした。いやでも上だけでもね、このサプライズは嬉しいよ。そして、いやでっかいな。うわ、はい、ドン。これ遊戯王ですよ。これ本当に遊戯王ですか。嘘でしょ。これやばいよ。マジで言ってんの?ちょっとね、中にね、すごくいいものが入っているので、そちらを見るにはね、手袋をつけます。いや、まずですね、トランク、この大きさですよ。でかくね?はい。で、海馬の社長がね、持っていたトランクケースです。これをね、パカッと開けて、開けると中身出てきちゃうんで、あれなので、今パチンパチンとはやらないんですけど、これを開けて、バッてやって、あ、それはでも、こうすればできるのか。よいしょ。こうしたらいいのかな。ちょっと前に。移動します。そう、今日だけ久しぶりにこういうオタクな T シャツを着てます。ブラックマシャンガールね。はい、あの遊戯王に出てくる、カードですね。あの遊戯くんが使っている、まあヒロインカードのブラックマシャンガール、かわいい。はい、開け心地がいいね。はい、これを開けていきますよ。やば。鳥肌立ってるんだけど。で、これをね、ヒュッてやるとここに KC って書いてあるんですよ。これね、遊戯王ファンならわかります。海馬コーポレーションと全部書いてて、ここがね、多分あれだよね。プレイマットを挟んでおける感じですね。プレイマット。
ブラマジガールですけれども、これもまあ私ね、このブラマジガールというキャラクターがすごい好きで、子供の頃からこれもね昔手に入れてるやつなんですけれども、これが多分ここに。こんな感じでね、入るみたいです。。で、まあ下の方のゴムで、こうパチッと固定できるよっていう感じですね。ああ、これはこれでありだね。まあただ、あんまり曲げたくはないので、まあ結局はこういう私は筒でね、保管する形になりますけれども。もしこのアタッシュケースをね、カードをこう、しまったりっていうのに使うのであれば、いいかもしれない。さあ、しまうのに使うかどうかはわからない。そして、はい、これが一番の特典、思った。これが一番の特典のカードです。シークレットブルーアイズホワイトドラゴンの復刻モデルになります。まあね、本当のシクブルはね、クソほど高いんで、本当、多分、尊上そこらの、こう、サラリーマンの年収ぐらいはあるはずの値段かな、今って。はい。これはね、レプリカなんで、今メルカリで1枚2万円ぐらいかな。だから、全部売れたら、おおよそ6万。そんなにいかないか、これだけで、この3枚セットで、5万3000とか5万4000とか。ただね、これ3万円なんですよ。定価が。まあ、買えない人もね、いたと思うんで、あれですけれども。それに対して、この3枚だけで、このセットのね、値段が返ってくるって考えると、まあ全然安いよねっていう、これ買った方がね。だってこれ3枚で元取れちゃうんだもん、ほぼ。まあ、ちょっとただね、シクブルに関してはね、ちょっとわかんないですね。ちょっと手放す可能性もなきにしもです。理由としてはですね、あんまり私はブルーアイズ派の人間ではないのでっていうところですね。まあ、でもこのコレクションのセットは取っとくよね、やっぱり。では早速ね、これのね、この加工の部分がね、5つ目になってるやつがいいらしいんですけど、5つ目かどうか見ていきます。あー、5つ目はないですね。うわ、残念だ。1枚も5つ目のものはないですね。5つ目だとすごい高価らしいですよ。いやー、ただこれ3枚だけでも重厚感すごいわ。シークレットブルーアイズホワイトドラゴンですよ。うわー、このシークレット加工やばいね。わかるかな。ちょっと閉めて、こうやって、綺麗、めちゃめちゃ映り込みがすげえけど、パソコンの画面がね、パソコンの画面が向かいにあるからさ、あれなんだけど。いやー、でもすげえな、これ。シークレットブルーアイズです、これ。やば。めっちゃ綺麗。これは、売るのやめるわ。本当に、こう、お金にすごい困ったら売ります。っていうか、そのお金にすごい困った時には、これが多分、うん十万にな、化けてるはずだから、今、売ってもね、そんなにね、値段、すごい高騰してるわけじゃないからさ。今じゃなくてもよくねってなっちゃうね。やっば、こいつ。すご。もう語彙力ないよ、こんな。
やい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 や、こんなに美しいもんかね。やば。攻撃力、あ、じゃあ攻撃、守備が最高のなかなか手に入らない超レアカードっていうね、こう昔のテキストなんですよ。で、第一期の時のね、カードテキスト欄なんですよ。まあ、このレプリカ防止のね、この角のはついてしまってますけれども、だとしてもだよ。初期の宿の光り方なんですよ。いや、コナミこんなことできるんだね。すげえな。初期のシクブル、欲しいよ。持ってないよ。持ってるわけないよね、それはね。あれ限定何枚って話だからね。はい。で、この下が、なんか柔らかいマット。これはまあ、入ってたところのね、ものなので。そしてここに、あ、はいはいはい。これをね、立てておくようにできる、ここの部分を差し替えれるパーツがついてますね。わー、やっば。で、この下があれでしょ？あ、で、セット内容の紙がここに入ってます。こういう風に使ってねっていうやつ。で、この下がさ、あーだよね。はいはいはい。特典カード。これはね、ごめんなさい。開封のレビューをしといてなんですが、開けません。このままにします。入っているカードはご案内できるので、そちらをご案内していきましょう。新しい新規のカードとしてはですね、攻撃誘導アーマーと削りゆく命と、機械仕掛けのマジックミラーが入ってます。で、他がモンスターカードで、こっちの方のブルーアイズは、2期の方のイラスト、あれか、EX 版のイラストが入ってるんじゃなかったかな。違ったかな。ちょっと待ってね。買い場セットで検索だ。買い場セットの、ウルトラレアは、ブルーアイズはね、多分イラストが違ったはずなんだよね。あ、石板です。石板のブルーアイズが入ってるみたい。で、ね、ブルーアイズの次に来てるのがダイヤモンドドラゴンだね。そこもちょっと分かってるよね。ダイヤモンドドラゴン使っちゃいないんだけどね。カードとして持ってるだけって、いや、なんだっけ、ナグモだっけ。なんかキャラクターにね、戦ったところで。で、ジャッジマンでしょ？で、復讐のソードストーカー。鉄腕ゴーレム。逆転の女神。ガジェットソルジャー。ルートカイザー。ブラッドボルス。X ヘッドキャノン。これ、攻撃力順なのかな？入ってるの、これもしかして。通常モンスターの攻撃力順で入っていて、次は、効果モンスターで攻撃順みたいな感じかもしれない。だって、ランプのマセラジーの次にミノタウロスでしょ？で、ガーゴルパワーでしょ？1800、1800、だって1900でしょ？ルードカイザーが1000。あれ？ルードカイザーってさ、あ、違う。レベルごとの攻撃力ごとで入ってるのか。だからレベル高いから、ダイヤモンドドラゴンここだ。だってダイヤモンドドラゴンって攻撃力、2000何歩とかだよね。ダイヤモンドドラゴンの攻撃力覚えてねえな。2100とかだったっけ。ああ、そうだそうだ。2100だから、よく考えたらジャッジマンより攻撃力下だもんね。だからレベルごとで入ってるわ。順番としては。レベルごとの、そのレベル、同じレベルの中の攻撃力高い順で入ってるんだね。だから、ブラッドボルス、ヘッドキャノン、X ヘッドキャノン、ランプのマセラジン、ミノタウロス、ガゴルパワードって感じなのか。で、ケンタウロス、グラップラー入ってんだ。で、サイクロプスにガーゴイル。サイクロプスとガーゴイルとかも弱小もいいところだからね、この辺ね。
どこで使うんっていうレベルだからね。で闇道警士の詐欺ね、詐欺もどうやって使うねんって話を今考えると。ただ詐欺あれだよね、そろそろリメイク来てほしいよね。闇道警士詐欺、死のデッキ破壊ウイルスみたいな、なんかそのサブタイトルみたいのついたやつとかね、いろいろ出てきてるから、それこそホーリーエルフのホーリーバーストストリームみたいなね、そんな感じで詐欺はなんかリメイクの効果モンスター版とか出たら嬉しいな。でオベリスクの巨神兵、仮面魔獣デスガーリュー、一応まあアンティでもらってるけど、でカイザーグライダー、暗黒を誘うルシファー、デスグレムリン、ブレードナイト、Y ヘッドドラゴン、Z メタルキャタピラー、ロードオブドラゴン、ドラゴンの支配者、邪悪なるワームビースト、マジックランプ、そして融合モンスター、ブルーアイズ、アルティメットドラゴン、XYZ ドラゴンキャノン、YX、ドラゴンキャノン、そしてミノケンタウロスね。で、魔法カードが、死者蘇生、融合、守備封じ、催眠術、あ、そうか、催眠術使ってたね。はいはい。で、ドラゴンを呼ぶ符、クロスソウル、目する死者、転生の服従、コストダウン、命削りの放殺、そしてデビルズサンクチュアリー、収縮、そしてエネミーコントローラー、巨大化、闇エネルギー、魔法吸収。で、死の敵破壊ウイルス、ホーリーエルフの祝福、破壊輪か。破壊輪、魔法除去細菌兵器ね、悪感物質転送装置、クローン複製、闇の呪縛、最終突撃命令か。はいはいはい。で、攻撃の無力化っていう感じのカードが入ってるみたいです。本当はアニメよりは原作かな？漫画の方で使ってるカードしか入ってない気がします。なのでアニメとか劇場版で使ったカードとかは入ってないみたいですね。まあだとしてもだよ、それがウルトラになってるだけすごいよ。で、セパレーターもカイバコーポレーション KC って入ってる。そしてここに、はいはいはい、このアタッシュケースをね、もし使う時の仕切り、ここにこう仕切りをね入れて使えるよという感じですね。はいはいはい、ちょうどぴったしハマる感じですね。で、仕切り同士を、仕切るやつ。仕切り同士を仕切るやつっておかしいけどね。間でね、仕切りをまた追加するためのパーツだったりが、こんな感じで一式でついてます。で、あ、これも同じね。もしアタッシュケースとして使う場合は、この下のクッションを取ってねっていう状態なんですね。はいはいはい、このクッションも取ると中はこんな感じ。ここにもうセパレーター入ってるね。ここにまあセパレーター入ってるけど、ここはこの金属のパーツが入るから当たらないようにここだけ空洞になってて、この手前にはクッションがね入ってるって感じです。でここにカードを入れて、実際に、こうやって持って、じいさん、そのブルーアイズをこのカードと交換してくれみたいなね感じでやれるわけですよ。ちょっとセリフまではちゃんと覚えてないですけれども、スゴロクのじいさんね、遊戯のおじいちゃん、はい、に持ってたブルーアイズをね1枚よこせと、でそれで世界に存在するブルーアイズ4枚俺の手元に揃うぞみたいな感じで、それを俺にくれって言って、そう、会話最初悪いやつだったな。はい、そんな感じのこともできますね。あ、これダメだ。感動と興奮の方が強すぎてね、手放すなんていう考えはね、もう捨てよう。手放すなんてないわ、ほとんどこんなの。いや最初ね、そのシュクブル売ってちょっとお金にして違うものを買っちゃおっかななんて思った淡い考えをね抱きましたけど、そんな考えはね抱いちゃいけません。いやー、これやばいよ。先こっちか。だって興奮してさ、もうペラ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 めっちゃ喋ってるもんね。
っべえなこれ。いやーこれはね、この状態で飾っとくのが多分正義だと思う。ここをちゃんとこうして、よし、綺麗に入った。あ、ただね、これはこう、ここにセット内容として入れて、よし、はい、もうこれはこれでだわ。ちょっとアタッシュケース使おうかななんて思ったけど、ちょっと使えないね、これはね。やばい、これめっちゃいい。いやーこれでさ、カード入れて持ち歩くのもでもかっこいいよね。ちょっとサムネイルを撮りたいから、サムネイルの段階だけこれ出そうか。ちょっとサムネイルの写真をね、写真というかね、一枚をねこの動画内で作っちゃいますけれども、よいしょよし、そしてここにこのカードをね置いて、こんな感じでサムネイルにしよう。サムネイルにするならもうちょっと真ん中だろ。そしてこれがちゃんと映るような角度にして、こうだね。これでいいかもね。カードがちゃんとブルーアイズが映ってほしい。あ、この角度いいね。反射しにくい、いろんなものが。よし、ここを使おう。こうだな。こうだな。でーん。でもこうなんか指さしてる方がいいね。こっちにしよう。はい、っていうことでね、今回はこの会話セットのご紹介でございました。いやー、去年ね、25周年のタイミングで予約になってですね、今諸事情で私クレジットカードを持たないようにしてるんですよ。ただね、決済上クレジットがどうしても必要になって、弟にお願いをしてね、代理で買っていただいて、弟にはお金を渡すと。まあ今回お金ではなく物資といってね、物を渡しちゃったんですけれども、キャンプ道具が欲しいということで、私が持っていた買ったキャンプ道具をね全部あげました。ほとんど私今キャンプ全然行ってないんでね、いいかなと思ってまあそんな話はどうでもいいでしょう。置いときましょう。で、まあそれでね、買っててようやく届いたのでちょっと嬉しいですね。いや、これは最初いろいろね、こう今高く売れるし手放そうかなとか、私そんなに会話よりも遊戯派なので会話のセットはそんなにいいかななんて正直思っておりました。が、考え方が変わるレベルでやばい。めっちゃいい、これ。買っといてよかった、これ。いや、これ手放さないな。これめっちゃいいな。これだって抱いて寝たいもん。こうやって。まあ、っていうのは嘘だけど、そこまではいかないけど。でも、これはね、めちゃめちゃいいですね。もう、箱のこの時点からね、ちょっと、コナミの愛を感じました。いやー、めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。ちょっとね、大事にしていこうと思います、こちらのセットね。ということで、本日はこちらの、会話コーポレーションから届いたような感じの会話セットのご紹介でございました。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。